頂点長屋の横を抜けながら綺麗な紅葉をちょっと撮影していきましょう。いい感じですね。もうでも色の個体差が出るのは何が原因なのかなっていうのはありますね。でそこ鑑定、これ第何鑑定でしたっけ。もう左かも、これ鑑定の一つだよね多分ね。はい、第7鑑定はそこにあります。地味に坂がきついです。紅葉は綺麗だけど、あ、そのとこ新しく建て替わったんだよね。ガラッと変わってますね。あ、なんか建て替わって結構もう時間経ってるから雰囲気変わっちゃったね。昔を知ってる方がしたら、おい、なんだこれ、えらい違うじゃんって話ですよね。鳴子住宅のバス前を通過、鳴子町4丁目。まあまさにここは高台ですからね、津波の心配は100メーター級のとか来たら別だけど、そんなの来ない限りは安心ですね。で今鑑定がこっち、鑑定そこは第2だったっけ。でこの商店街風のと言っても何ももう入ってないですね。NPO 法人プラットホームって書いてあるけど、もう出とるな。一店舗もやってない、ヘアサロンもやってなさそうだし、第二館って、あ、全然お店やってないね。 NPO 法人助け合い名古屋、介護予防ゆりかデイサービス、そんなもんですね。それぐらいしかない。第二館って住宅案内です、まあ、あれ前撮影しとるで、と言いつつちょっと見ておくか。こんな具合ですね。エレベーター、うわーレトロ、1,2,3,4,5,6,7 箇所あったのか。バス停、派出所、銀行、診療所、公団管理事務所、郵便局、ショッピ、バン、あーそっちかから商店、左回ったところに固まっとったんだな。なるほど。竣工は1967年3月、着工66年、昭和41年3月9日着工で、42年3月31日竣工できました。56年ぐらいか、56年前か。まあコンクリートの対応を考えるとそろそろですかね。50年ぐらいって言うけど、でもその幼稚園、保育園、商業施設があったところはもう建て替わってますね。マックスバリューのとこがその跡地、ここは若干レトロ。永田業務用青果卸、若干レトロ、アーバンラフレになっとる。ちょっと奥見に行こうか。奥の公園がいい感じ。 あそこ小学校か。もうみんな建て替わってますね。まあ50年前だから、まあそれはそんなもんか、そういうもんかもしれない。名古屋市立の鳴子幼稚園、珍しいね。名古屋市立の幼稚園も随分少ないもんね、はい、もうだいぶ紅葉もね、もう終わりに近づいてますが、鳴子界隈の紅葉です。なんか暑い時期来たことないな、ここ。本当になんとなくいつもこう寒い、涼しい、そんなイメージですね。さあ、いろいろできてます。からし木もできてるしね、マックスバリューもできてるし、ショッピングセンター見えたものは特にないな。このイオンも食品とお酒と ATM オンリーだから、クリーニング、あとはデニーズがあるぐらい。あ、とりあえずここ降りていきましょうか。ここ割と縦はでかいね。でも何あるっていうほどでもないよね。フィットネスと歯医者、あと医者、内科、外科、検診フロア、鳴子町バス停前を通過、そんな感じのところですね。鳴子中央公園の横を抜けております。この宮があるじゃん、この宮ができたんだ。へえ、まあ、とりあえずこれを降りていきましょうか。どこへ出やす、池の横か多分ね。若干古そうなというか、そんな古くなかったな、そんなレトロでもなかったな。
この住宅の横を抜けております。いやでもここも空き家になっとるな。もう取り壊し予定か。何でしょう、県営住宅かなんかですかね。ここは何だろう。完全に、あでもこっちは新しい。あでも廃墟になっとるね。もうエアコンも何もついてないし。あ世の中よくわからん建物ありました。あったあった、これだ。あ東海郵政局の鳴子町アパート。えらい新しいけどね、使った記憶、形跡がないな。作ってみたものの人員削減でこんな必要なくなったから廃墟とかした。そんな感じですね。うわやばいやばいやばい、降りれるかこれ。降りれる、ダメだ、階段だった。でこれ郵政局の感謝。郵政局じゃないな今だから、何、ゆうちょ銀行、ゆうちょ、そこの建屋ですけど、もう廃墟になってますね完全に。新しいけどね、民営化したぐらいにできて、あとは使われなくなったかね、ひょっとしたら。奥の方に青い山の紅葉がよく見えます。いい感じです。結構アップダウンあるね、こうやって見るとこの辺りは。随分おじいさんどんだけ加速しとんだ。ホイールスピンさしとるやん。ほんとね、おじいさん荒い人荒いよね若い人の方が安全安心運転しとるっていうか、むしろ遅いけど。めっちゃ踏んどったな今。そんな不満でもええのに、なんか嫌なこともあったんかなと思えちゃう。あシビックタイプ R が、俺500万円の車です。うん、いいと思うけど500万かってなっちゃうよね。ちょっとなんか風情のある公園だね。風情どころかアップダウンがすごいな。でもだいぶ疲れてきました、今日アップが多かったで。ということでこれ以上アップするのもちょっとやんなってたで、素直に帰るか。天白公園方面登っていこうと思ったけど、ちょっとだんだんその勢いもなくなってきて、素直に降りますただ青山の横ぐらい抜けとこうかな、せっかくこっちまで来たし。今回も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございます。1000本以上アップした過去動画もぜひともご覧ください。それから高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。名古屋のジエモンでした。